こんにちは。今日から始める安心男着物着物楽あんこダムです。えっ、ー、と今日は男の清掃ですね、えー、実は今日、私はえっ、ー、とちょっとうちのお客様で。まあ、結構重要なお客様の旦那様がえっ、ー、とご清去されたので、えっ、ー、とお通夜に行ってきました。 でまあ、せっかくだったら、えー、とお話をしようと思って今日動画を撮らせてもらってるんですけどまあ私は基本的に、えー、お通夜の場合は、まあ、こうした、まあ、江戸古紋ですね、まあ、地味めな江戸古紋サメ古紋に、まあ、今日着てるのはこれ、えー、と行儀ですかねでそれに、まあ、いわゆる黒の羽織で、まあ、お召しの羽織で、まあ、特に紋は入れてないんですけれども えー、にのでまあこれはまあ僕結構愛用してる幸田さんの仙台平で、まあ、あまり島目が立たないタイプのもの、まあ、通称よくお召し袴というんですけど、まあ、こうした形で今日はお通夜に行ってきました。で、えー、とやっぱりお通夜っていうのは、えー、基本的にはまあ状況が、まあ、今回の場合は私も今朝 えーとメールを頂い,いて訃報を聞いてびっくりして、えー、駆けつけてきたんですけど基本やっぱお通夜というのは、えー、駆けつけるというような意味があるので、まあ、基本あまり黒をねもうすでにお召しになっていくっていうのはあんまりいいことではないなというふうに思います。でこれはまあ女性も同じで、まあ、えっと色無地に黒ともの、まあ、黒の帯だけ締めてみたいな。 で,まあ、ですから私は京都で使用しましたんで例えば京都の方なんかだと、まあ、30代ぐらいのお嬢さんだと本当にピンク色の着物に、まあ、黒の、えー、黒友の帯それに、まあえーとまあ、5つももしくは1つもの黒羽織をパッと羽織って駆けつけるという形で、まあ、おつゆは本当に本来はそういう形なんですね。でまあ今えー、と最近は例えば洋服でも 礼服を着ててきちっっとこう行かれししまう方がいらっしゃるんですけど本来で言えばいわゆるそのダークスーツに、まあ、いわゆるも、えー、模章といって黒い、えーとまあ、こう腕にねつけるそういうもので本当はいいんですねじゃないともう本当にこう、まあ、亡くなるのを待ってたよみたいな形になってしまうので,で私はですからあえてこういう形にしてます。でまあ、えー、と羽織紐はね、えー、ちょっとこう根ず、まあ、グレーにして。 であとですね、えっと、もう一つ、まあえー、っとちょっと下に今用意してるんですけどでえー、っと国別式の衣装なんですけどもこれ結構皆さんびっくりされるかもしれないんですけれども、まあ、ちょっと今広げてみますね。 まあこういうまあ基本的にいわゆる紋付き羽織袴と呼ばれるやつですね。まあこうした形ででまあ当然着、えー、流しではなくてこれに袴をつけるんですけども、えー、と実はですね、えー、と男性の清掃の場合、えー、と私はね正直言ってしないんですけど例えば。 えと羽織紐ですけども実はね、えー、と結婚式の、まあ、お婿さんとか、まあえー、とお父さんとかですね、まあ、そういう衣装と実は仏事の衣装は全く一緒でいいんですですので、えー、と半襟は、えー、と白でで、えー、と羽織紐もも真っ白でまあ仙台平の袴というのでいいんですけどなかなかねやっぱりそれを知ってらっしゃる方が今いないので。 まあ、ともするともう着物を着て、まあ、これに仙台平のい,いわゆる島の袴なんかをつけた日には、まあ、お婿さんの衣装と感じあの考えてらっしゃる方が多いのであのー、まあえー、っとちょっとね誤解を招く可能性があるのでまあえー、っとですね、えー、白はどうかなというところがあるんですけど本来もうこれでいいんです。白のこのこ羽織紐で,で日本のものって実は。 まあ、慶長実はそんなにこう変わりがなくて、まあ、例えば女性の黒留袖というのも近年であって昔だといわゆる五つ紋付きの、えー、黒いわゆる喪服ですねに帯だけ丸帯と言って禁止のこう帯にするすれば結婚式にも出れてで、えー、と仏寺の場合は黒友と言って。 えー、黒い帯にす,、えー、すればいいということなんですね。でただだから私は最近結構ねお客様に言うのはなかなかそうしたことを相手先相手先さんっていうかねその他の方が知られないとあの人何なんだろうっていうふうに、えー、思われてしまうというところもあるのでまあ変な話半襟もちょっと根ズとかにして、まあ、羽織紐もこうした形でグレーとかで。 いう形で、こう、行かれるのがいいんじゃないですかというお話をします。で、まあ、例えばそれで言うと、えー、っと、セッタも同じですね。よし。ちょっと、しちょっと今、セッタも。 まあ実はですねこの畳表というのは日本の場合はこれが一番最霊僧ですね、まあ、おめでたくても仏寺でも同じなんですねでまあこれは男女共にそうででえー、とお葬式用の、まあ、セッ待もしくは、えー、畳表の女性の草履で、えー、と仏寺の時はこれにこうした形で、まあ、黒い、えー、切れ地で作ったですね花をすげてあげる。 これがいち一番の実は清掃なんですで皆さんねあの色も使っちゃいけないんじゃないかって勘違いされてるんですけど実はそうではなくて日本の場合この畳表というのが一番清掃になるのでこれに対してこうした黒の花を載せるという形をとりますね。でまあこれも皮とかでは、えー、ダメだし別賃もダメなんで基本的にはいわゆる、まあ、これはね空折りの帯揚げって言って。 女性用の喪服の帯揚げを潰して鼻をこう作ってるんですけど、まあ、うちの場合は男性でも仏専用にっていう場合はこうした形にしますし、まあ、女性の場合でも畳表の台ににこれをつけていただくようにしてますでまあ、えー、と今日の僕のその衣装ですけど私正直言ってその袴も,もあえてこういう、まあ、仙台平でも。 まあ、こうお召しバカマと呼ばれるね。まあ、しょまあ、品物的にはこれ、幸田さんの成功千代平というもので。まあ、えっ、ー、と、部類は千代平に入るんですね。ですから、正装なんですけども。まあ、あんまりこう島が立たないような形のものにしてるんです。まあ、そうすると、まあ、こうして今日みたいに。お通夜に行ったり。明日はちょっと私、国別式は行かないんですけども。例えば、国別式に行く場合は。今、下にこう広げた。 いわゆる五つ紋付きの着物を着て羽織を、えー、羽織ってでこの、えー、と仙台平の焦げ茶の袴を履くという形で僕は国別式ににむようにしてますで、まあ、先ほど言ったように本来的に言えば真っ白の羽織紐で真っ白の範囲でいいんですけどもやっぱりねちょっとそれだと本当に。えー 皆さんのイメージの中で今それはお婿さんの衣装みたいに思われてしまうのでまあ羽織紐もは根津にして襟も少しこう根津とかまあいわゆる忌み色ですねえちょっとこう落ち着きを表すような色というものにさせていただいてます。ですのでまあつい最近僕ちょっとねテレビで見てびっくりしたのはまあそれはあの歌舞伎役者さんだったんですけども。 えとまあ、お父様がね名代、えー、がこう亡くなった時に、えー、と半襟も黒だし帯も真っ黒だしで羽織紐も,も黒という,もう黒装束のいでたちなんですねでまあ袴は仙台平島の、えーとまあ、細めでしたけどグレーと黒っていうで僕はねあれはないなっていうふうに正直思うんですね日本の場合そうしたことっていうのは本来ありえないので、えーまあ、せめても寝ずですね ですから私も帯はグレーにして羽織紐ももグレーという形で,で、まあ、今日はちょっと襟元はもう黒にしてしまってますけどまあえっ、ー、とー基本はまあグレーぐらいにされるっていうのがね、えー、一番いいんじゃないかなというお話を、えー、お客様にもしますただえっ、ー、と先ほどお話したように、えー、結婚式の衣装と結婚式の、まあ、お婿さんとして着る、まあ、もしくは、えー、とお父様ですね えとして着る、えー、といわゆる皆さんが思ってる紋付羽織袴の格好で、えー、結婚式もお葬式も、えー、どちらも本来はいいというものなんで、えー、まあ、えー、こだわるならば逆に言えばそういう方が、えー、そういうのを理解してくれる方が多ければそうした衣装で、えー、行かれるのも一つかなというふうに思います。ということで今日は男性の清掃 ということについて、まあ、清掃特にいわゆる仏の方ですね、について今日はお話をさせていただきました以上ありがとうございました。